トレモリーノスは、スペインアンダルシア州マラガ県のムニシピオ。1924年から1988年までは、マラガの自治体域に含まれていた。地中海沿岸のコスタデルソルと呼ばれる地域にあり、イギリスなどからの外国人観光客が多い、リゾート地として知られている。エル・バホンディージョ海岸マラガ県の県とマラガの西側に、隣接している。 2017年の人口は67,701人であり、マラガ県で6番目だった。地中海のコスタデルソルにあるリゾート地であることから観光客が多数訪れる夏季には人口が倍増する。イギリス、アイルランド、スカンディナビア半島からの観光客が多く、また、イギリス人定住者も多い。トレモリーノスには、 アクアランド社が運営するコスタデルソル最大のウォーターパークがある。2003年にはモリーノでインカ植物園が開園した。闘牛場はもはや闘牛には使用されておらず、フェスティバルやコンサートなどのイベント会場として使用されている。イギリスではパウンドランドとして知られているディスカウントショップではイギリスの食料品などを購入することができる。 ハイパーマーケットのカルフールでは各国の食料品、家電、日用雑貨、自転車などを販売している。複数の中国物産店がある。1997年には陸上競技場や体育館や室内プールを含む市営の複合スポーツ施設がオープンした。コスタデルソルでは様々なウォータースポーツが行われており、サーフボード、ジェットスキー、パラセーリング、 セーリング、パドルスポーツ、シュノーケリング、カイトサーフィンなどに興じることができる。1924年から1988年まで、トレモリーノスはマラガの自治体域に含まれていた。この地域はヨーロッパ有数の暑さを持つ地域である。夏季は湿度が低いが気温が高く乾燥し、冬季は穏やかな気候でしばしば雨が降る。 アメリカ合衆国西海岸のサンフランシスコのように、しばしば海上が霧に見舞われる。1889年の地図プトレマヨスは、フェニキア人がトレモリーノスに隣接して、サルセの街を築いたとしている。古代ローマ人和ガですと、マラカを結ぶローマ街道を建設した。1990年には、約2000年前のローマ人墓地が発見されている。 ナスル城の勢力下にあった1300年頃には高さ12メートルの防御塔が建設された。1485年にはグラナダ王国が滅亡し、カトリック勢力によるレコンキスタが完了した。18世紀までトレモリーノスは海賊の攻撃に悩まされた。18世紀初頭のスペイン継承戦争では、ジョージ・ルーク提督率いるイギリス海軍がトレモリーノスの街を破壊した。 1769年の調査でトレモリーノスの人口は106人であった。19世紀前半には町が再建され、1849年の調査では14の工場や785人の人口があった。1960年のトレモリーノス1924年にはマラガの自治体の一部となった。1950年代には、 コスタゲルソル最初期の観光地となり、グレース・ケリー、エヴァ・ガードナー、マーロン・ブランド、オーソン・ウェルズ、フランク・シナトラ、ブリジット・バルドー、ファン・カルロス・イッセイ、ソフィア・ローレン、フェリックス・ユス・ポフ、ソライア・エス・ファン・ディアーリー・バフティアーリー、リタ・ヘイワース、ファン・ペロン、ジョン・デロンなどがトレモリーノスを訪れた著名人。 ソフィア・ローレン・エヴァ・ガード・ナー・グレース・ケリー・フランク・シナトラ1959年には海岸沿いにアールデコ様式のペス・エスパダホテルが開業し、その後は他のホテル、ナイトクラブ、観光客向け施設が数多く建設された。1965年までにはスペイン国内で主要な観光地と認識されるようになっていた。1977年には国際開示機関によって トレモリーノスで漁船安全条約が採択された。1993年には同条約を全面改正した漁船安全条約議定書が採択されている。1988年にはマラガから分離されて単独の自治体となった。毎週金曜日には無料英字紙のスール紙が発行されている。2011年には トレモリーノス国際ファンタスティック映画祭が初開催された。セルカニアス・マラガ・トレモリーノスとマラガの間には、アドルフォ・スアレス・マドリード・バラハス空港、バルセロナエル・プラット空港、パルマデ・マヨルカ空港に次いで、スペインで4番目の乗客数の多い、マラガ・コスタ・デル・ソル空港がある。2017年のマラガ・コスタ・デル・ソル空港の旅客数は1862万人であり、 約60カ国に向けて旅客機が発着している。マラガからマラガコスタデルソル空港やトレモリーノスを通って、フエンヒローラまで近郊鉄道のセルカニアスマラガが運行されている。鉄道駅の券売機は現金だけでなくクレジットカードも受け付けており、また複数の言語に対応している。ありがとうございます。